セカンドランナーにいた時っていうのはどういう心持ちでいるのかな。非常に難しいですよね。特に二塁に行った打球判断っていうのはとにかく難しいですね、うん、インパクトに当たった瞬間にどこに飛んで、うん、どこの距離まで行って、うん、相手の方がどうでとか、もういろいろやっぱりこうさっきの通りの話じゃないですけど、準備段階がものすごくあるんですよね。だから打った打球をすぐ判断するわけじゃなくするんですけど、これが早ければ早いほど早いんです、スタートが、はい。まあ、それって結構難しくて、バッターの特徴であったりとか、ピッチャーの投げるボールであったり、キャッチャーがどういうふうに構えてるかとか、内野の位置がどうだとか外野の位置がどうかっていうのは全部こう頭に入っとかないとできないんですよ。だからこう簡単に見えるところが非常に難しいところだと思うんですね、シンプルに見えるところが、うんうん、だから逆に言ったらもうやっぱ二塁に行った方がプレッシャーはかかりますね。ホームに近づけば近づくほどプレッシャーっていうかアウトにはなれないので、もう若い選手に教えてたんですけど、打球判断の時は、まあ、シャッフルってこう打球判断でポンポンポンってこう足で合わせてやるんですけど、それを合わせないで立ったままで、その打った打球はどこに行ったか自分でイメージしろと、口で言えと、例えば変直とかホームラン、これヒットと、そういうこうなんか、まあ、実際ないんですけど後ろにも視野があるっていうか、後ろにも目があるように練習はずっとさせてました。あ、自分の感覚と、あ、違うな、合ってるなっていうのは、僕反復して繰り返さないと体に染み付いていかないので、ただ単にシャッフルさせるんじゃなくて、立たしたまま自分たちがどこに行ったかっていうヒットを、例えばセカンドライナー、ピッチャーライナーで、そういうのイメージさせてずっとこう反復でやらしてましたね。打球ずっと目で追えないですもんね。そうです。でもう打った瞬間に打球判断できるようにしてもらいたいので、やっぱこう打球判断してパッとこう見てするのでやっぱ遅いわけですよね。自分の判断では自分がちゃんとここはヒットだ、これはもう行っちゃいけないとか、サードゴロ、ピッチャーゴロだ、まあ、反応できるっていうふうにしたかったので、そういう練習もかなりさせましたね。セカンドランナーに出てると、はい、ね、ノーアウト、ワンアウトだったら、まあ、いわゆる三遊間のゴロっていうのは、はい、ゴーじゃないじゃないですか。いわゆる待てじゃないですか。はい。はい、でもレフトまで抜けていきそうな当たりだったら俺一本で帰ってこいよっていうところだったりするじゃないですか。そうですね、その時は、うん、若干こうコーチャーの指示を仰ぐというか、うん、そこはただやはり一番大事なのは常に行く意識を持って、そこで行くか行かないかを判断するっていうのはものすごく大事で、どうかな、うん、どうかなっていう打球判断で結局裏目に出やすいんですよ。とにかく行った中でゴーバック、うん、行くのか行かないのか、そういう判断は常に意識づけの中では言ってましたね。